そしてなんと視覚も聴覚もない方がこんな風に手探りでクライミングを行っている姿も初めて見させていただきました。諦めんの？諦めたくない。いけますね。えぐい。何かということですが、今ハーネスつけてますけども、15メートルの壁をロープなどで安全確保しながら壁に設定されたルートを登ります。視覚障害、切断、神経障害に分かれます。なんとスポーツクライミングと同じクライミングウォールとルートで競技が行われるので、本当に健常者の人たちと一緒なんです。で、この大内さんという方が今回主催してくれたパラクライミングの日本選手権もう7連覇、そして世界選手権銀メダリストです。まあ、なので普通の人たちが足と手を使って登るものを、まあ鹿島品の人たちは手だけで登るという意味がわからない競技になっています。すごい。これ足めちゃうって思ったりしたことない。これで足は絶対大丈夫。あ、でも打撲とかはやっぱり。見たらあざみたいな。そうそうそう。今回はミポリンとリョウコさん以外にもこんな風にチャレンジしに来た若い女子たち、男子たちがいます。この子も鹿島ヒデこういう風に手で登っているんですが、やっぱりさすがに手だけでは初心者は無理なので、こんな風に下からグッと持ち上げてもらいながら、サポートしてもらいながら登っていきます。すごい。あれ重たかったやろ。結構強いな。最初だけ？すごいすごい。これやばい。めちゃめちゃ滑ったけど。これやばい。ちょっと中だるみしてる動きやと思う。才能爆発させたのが中島涼子。初めてとは思えないほどにもうどん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 登っていって、お兄ちゃんの血が受け継がれていましたね。チャレンジしていくみんながもう登りきっていたので、すごいプレッシャーでした。お願いします。ママさん、ママいける、頑張る。握ってる両手、握ってるとこ両手、握ってる両手。そうそうそう、みんなこうなってたね。そうそう、左手出す、頑張る、いける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 、ナイスです。いけるいける、いける。オッケー。オッケー。オッケー。いけてるいけてる。いい。あ、すごい。右手両手で。右手のところ両手で持って。そう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 。でグッて両手で引っ張ったら持ち上がる。ああ。いける。遠いな。頑張れ頑張れ。もうちょっと引っ張ったらいける。体もうちょっと、そう、オッケー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 、そう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 、めっちゃ、じゃあどうします、頑張ります。え当たり前やろって感じやな。怒ってます、怒ってます。みすずちゃん、みすずちゃんこうしてあげたら、体をフォロー、みすずちゃん、そう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 、で右手のところ両手で、そう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 、で両手で持って、で思いっきりグーって引っ張る、引っ張る、いや両引っ張って出す、もうちょっと引っ張る、右手を下に引っ張るっていうか、なんかあれですか、いける、頑張れ。あと5センチでもその状態でグって、その状態でグって下に、そのホールド下に、
そう。いけるいける。イエーイ。同じ要領。同じ要領。あとそれを10回やったらいけるわ。おお。ガンバガンバ。そう。グーって。諦めんの？諦めたくない。お。えぐい。えぐい。そう、いい持ち方、いい持ち方。そう。かっこいい、かっこいい。かっこいいよ、かっこいいよ。言い訳をさせてください。やっぱりハーネスがちょっと合わなくて、なかなか体幹も効かなくて登れなかったので、ハーネスを変えて再チャレンジです。すごい。ガンバガンバ。すごい。いやー。どうだよ。あ、いけるいける。ナイス。プッシュ使えよ、そこプッシュ。そう、練習してみな。そこで押せ。そうそうそう。はい、意気込みを一言。頑張ります。かわいい。え、こうでいいんですか。頑張。はい、え、もういいの？もういいっすよ。右手のとこ両手でもいいよ。いろいろ言うな、いける？ガンバ。そう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 。オーケー。やっぱりハーネスを変えるとちょっと体幹が安定して登りやすくなりました。体こっちでいいの？体逆、体逆、体逆。そうそうそう、ゆっくりでいいから体逆でいいよ。ナイスナイスナイス。言い訳第2弾なんですけど、壁に近づいた方が本当は登りやすいのに、傾斜もあってなかなか私は壁に近づけないんですよね。そう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 、うまい。絶対取れる。オッケーオッケー、触った触った。もうちょっと。ガンバ。ガンバガンバ。これ左打ち？うん。しんどいけどガンバ。おー、いい。いやー、かっこいい。言い訳第3弾。やっぱり私はですね、足が痩せてない分、足の下半身の重りがすごく他の人より多分重いと思うんですよね。まあ、なんやかんや休みながら気合で登りまして、登りまして、そしてそして。そうそうそう。いけるな。やって、やって、最後やって。そこ1時かな。1時、それ7時、それ1時、それ7時、それ11時。視覚障害がある人へのこの登る時のルートの誘導チャレンジを行ってみました。右手が、右足が、右足上、膝、右足が膝。あ、膝、それそれそれ。あ、へえ。で、さっきの下下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 下左足の太ももの、もうちょい、もうちょい、あー、ちょい手引いて、ちょい引いて、ちょい引いて、ちょい上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 、ち
はい、こっちこっち、前に進んで、前に、はい、ここにいて、正直な感想をどうぞ。難しかったです。本当よ。難しかったってベスト尽くしたけどね。向いてるかもね、支持者。声がだんだん枯れて、声がどんどん向いてるね、まこちゃん。声がどんどん高音になる。もうめっちゃ最後高音だった。ちょっと切れ気味だったよね、最後。全然言うこと聞いてくれない。言うこと聞いてくれないから嫌いじゃないと思う、みんなそんなに言われても。楽しかったです。そしてなんと視覚も聴覚もない方がこんな風に手探りでクライミングを行っている姿も初めて見させていただきました。頑張ろう。すごい、すごい。ナンバー。そうか、でも一番上があとどれくらいかもわかんないし、うん、右に行き過ぎたらもうないもんね。うん、もうちょい左なんだよ。左。体力。体力いく。あ、もう右はないんだ。もうちょい左。はい、ということでクライミング体験終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でございました。いや、なんかもうね。プロになる方もいらっしゃって、本当に一番登れてました。でも プロになりたいんだよね。プロね、みんなで。プロじゃみんなでなりますか、じゃあ、ね、はい、日本選手権出ますか。1位、2位、3位。日本代表。でもまこちゃんそう言ってちゃっかり1位になりたい。練習できないからな、応援ないから。確かに確かに、応援なの、あれ練習上手いから。ナビがすごく面白かったんで、ぜひ。ブライナの方が、ね、面白かったですね。YouTube 見てください。次、1月ですね。はい、お会いするのは1月8日。YouTube 生配信するらしい。そうですよ。そうそう、1月8日に横浜で。なんかめっちゃ太ってるよね。人来ていいんだろうね。観客も多分来ていいやつだから、またそれぞれでお知らせしたいと思います。はい。はい、ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。行くよ。はい。